新臓文化7年は、江戸時代後期の船乗り。大黒屋高太夫とは同郷であり、漂流寺には、同じ新生丸に乗り組んでいた。アムチトカ島の風景宝歴8年に、伊勢亀山半領伊勢国川野郡南若松村に、生まれる。天明2年12月13日、大黒屋高太夫を先導とし、新臓が乗り組んでいた新生丸は、乗組員15名。 二主一名、高大有の飼い猫一匹を乗せて白子、現三重県鈴鹿市白子町を出港し、江戸に向かった。しかし、12月14日に、新昇丸は、遠州灘で難破し、8ヶ月後の天命3年7月20日に、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着した。アムチトカ島では、アリュート人に助けられ、ロシア人と共に暮らすようになる。心臓は、島で、 ロシア人と暮らすうちにロシア語を習得し、一行の中で最もロシア語の習得が早かったとされている。しかし、アムチトカ島で新小丸氷流民は次々と病死し、天明5年1月の時点で一行は9人に減っていた。天明7年7月18日に9人と猫1匹はロシア人たちと共に島を脱出し、ブリジニエ諸島、 コマンドルスキー諸島を経て、8月23日に、カムチャツカ半島のウスチカムチャツクに到着した。9人は迎えに来たロシア軍の少佐とともに、ニジニカムチャツクに移動し、9人は、ロシア人の家に下宿した。食料は、現地の守備隊から配給されていたが、冬になり、オホーツクからの船舶輸送が滞るようになると、深刻な食料不足に襲われ。 翌年の5月までに3名が病死した。天命8年6月15日、6人は、虹にカムチャツクを離れ、カムチャツカ半島を横断して、ギ入りに着き、ここから船に乗り、オホーツクには8月30日に到着した。その後、6人は、オホーツクを12月13日に立ち、完成元年2月9日に、イルクーツクに到着した。なお、 この途中で肖像は頭傷にかかり、片足を切断した。不自由な体となった肖像はこのことが原因で、いち早く政教の洗礼を受け、名前を、ヒョードルス・チェパーノビッチ・シトニコフに改め、ロシアに帰化した。イルクーツクでは、ロシア人の鍛冶屋に下宿した。なお、この年の春には、延長2年5月に、千島列島のオンネージメコ担当に漂着した。 タガマル漂流民の維持たちと会い、日本語で交流した。完成3年1月、コーダユがキリル・ラクスマンと共にサンクトペテルブルクに出発する。少し前、心臓はキリルから荷物をペテルブルクまで運ぶことを依頼されたのだが、出発直前にチフス製の熱病にかかり入院した。心臓の病気はどんどん悪化してゆき。 医師からは回復の見込みがないとの診断が下された。そのため、心臓は、聖教の洗礼を受けることを決意し、名前を、ニコライ・ペトロービッチ・コロトゥイギンと改め、ロシアに帰化した。しかし、心臓の病気はその年の春には回復し、すぐにコーダユーの後を追っている。なお、この頃心臓は、マリアンナ・ミハエブナという女性と結婚している。 陸軍中尉と共に5月に、ペテルブルクに着いた新臓は、荷物を役所に収めた後、広大友の居所を知らなかったためにしばらくは、町の教会に滞在していたが、後に居所を突き止めて再開している。その後、広大友ら3人の帰国許可が下り、ロシアに帰化した新臓と肖像には、金貨50枚が貸しされたため、一行は、イルクーツクに戻ることになり、 11月26日まで、ペテルブルクを出発した。一行は、モスクワ、ニジニノブゴロド、火山を経由して完成4年1月14日の夜中に、イルクーツクに帰着した。完成4年5月20日、コーダユー、イソキチ、コイチの3名は帰国するために、イルクーツクを出発した。まず午前10時にコーダユーとキリール・ラクスマンの乗る馬車が先発し、 夕方に磯吉と小市の乗る馬車が出発した。心臓も馬に乗り、次の駅停のある武器まで一向に加わった。そして翌5月21日、高台を見送った心臓は、武器で磯吉と小市を待った。別れの挨拶を済ませて、磯吉と小市の乗った馬車が走り出すと、心臓はその馬車のことを馬に乗って追いかけた。 ロシア国漂白危機が気にはその時のことが、いつまでも、再現のあらざれば、これより早帰りたまいと、両人たびたび進むれども、せめて、今少しとて別れえずして、に、三里邸送りけるゆえ、ぜひこれより帰りたまいと押しとどめるにぞ。さらばこれより帰らむとて、互いに、馬より降りて糸まごいするに、心臓圧と声を上げて泣き出し、磯吉の肩にすがりて、離れえず、 両人も共に涙にむせびけり、ロシア国漂白危機書きと記されている。三人を見送った心臓は、イルクーツクに戻り、当地の日本語学校の教師の職と家を与えられ、銀貨四十枚の宝給を受けるようになった。さらに、マリアンナとの間に、男二人女一人の子供を設けた。18世紀のイルクーツク完成8年1月24日。 イルクーツクに3人の日本人が送られてくる。3人は、完成6年5月10日に、アリューシャン列島東部の島に漂着した、若宮丸漂流民たちで、生き残って、オホーツクに送られた15人のうち、先発隊としてやってきた、全六、達造、義兵の3名であった。心臓は3人の世話をすることになり、宝灸が銀貨120枚に加造され、 三人を自宅に引き取った。この頃、すでに妻のマリアンナは死んでおり、心臓は、肖像と同居していたが、肖像は、傍挙の念と自身の不自由な体に絶望して、泣き言ばかり話すため、心臓からは疎まれていた。その一方で心臓は、この時引き取った三人のうちの一人である全六に、目をつけていた。心臓は日本語教師の職を得たものの、 漢字をほとんど理解しておらずひらがなしか読み書きすることができなかった。それに対して、全六は漢字の読み書きに優れ、頭も良かったため、心臓は日本語通訳のところ、古フと共に、ロシアに帰化して日本語教師になる、よう全六を説得した。その結果、全六は二人の説得を受けて、帰化を決意し、洗礼を受けた。洗礼を受けた。 全六は、さらに、達蔵と義兵の二人に対しても、先例を受けるように説得し、達蔵は先例を受けたものの、全州を厚く信仰していた、義兵だけは先例を拒否したため、全六、達蔵と義兵の中は倹悪となった。この年の春頃、新蔵は、カテリーナという女性と再婚した。そのため、若宮丸兵流民三人と小蔵は、新蔵の家を出て、全六、 達造のグループと、義兵、肖像のグループに分かれて住んだ。肖像はこの年の夏に、義兵に見取られて病死するが、その葬儀の際にも心臓は姿を現さなかった。そのため後に帰国した義兵は、心臓伊勢の三にて、聖徳礼理、極めて最覚者と聞こゆるなり。しかし、その気持ちは薄く、同郷に生まれ、異国の道書に同住しながら、 足足さえ寒と脱落せる肖像を扱う様は、不人情ということができよう。北辺、丹次と述べている。若宮丸の漂流民たちは、11月に5人、12月に、津田雄や吉郎寺ら6人がイルクーツクに到着した。心臓は新たに到着した11人の世話も引き受け、役所と漂流民の間に立って、漂流民たちに仕事を圧戦した。 今日は3年3月7日、若宮丸漂流民13名は、ペテルブルクに向け出発し、この一行に、心臓も加わった。心臓のペテルブルク行きは、当初、役所から認められていなかったのだが、心臓が、ツタユに力を貸してもらえるように頼み、それを快諾したツタユが心臓の動向を役所に、強く訴えたために実現したものであった。一行は、トムスク。 エカテリンブルク、ペルミ、火山モスクワを経て4月27日に、ペテルブルクに到着した。ペテルブルクでは、貴族の館に滞在した後、5月16日に、皇帝アレクサンドル一世に越見し、心臓の通訳の元10名のうち帰国を希望した、津田優、義兵、左平、王の重郎の4人の帰国が許された。この後、心臓は、 帰国組と行動を共にし、ペテルブルクを一緒に見物した後、6月12日には、帰国の都に着く4人と施設に同行する前六に、付き添って、ペテルブルクを立ち、クロンシュタット港で5人のことを見送った。クロンシュタット港で5人のことを見送った新造は、その後祭祀の松イルクーツクに戻っている。ペテルブルクまで通訳として漂流民に付き添った、港として簡易、官位。 官房を着用することが許され、宝給も銀貨204枚に加造され、さらに焚き木やろうそくも環球となり、日本語学校の生徒であった、心臓の息子にも年に銀貨50枚が支給されるようになった。心臓は5歳のカテリーナとの間に娘一人を授かり、文化7年、52歳の時にイルクーツクで死去した。など、ありがとうございます。